いや、今日ね、ルヴァンカップのね、ホーム、清水エスパルス戦なんだけど、今日ね、ルヴァンカップ第3節の、ホームで戦う清水エスパルス戦なんですよ。なんかね、いやー、ホームでね、清水エスパルスと戦った時、あんまり勝ったイメージがない。ちょっと調べてみるわ。うわ、グロうわ、グロいよ、これは。もうなんかさ、市民クラブになってからさ、昇格して戦った清水エスパルスの成績ひどすぎだろこれ。キエさんいなくなった直後の0対6事件といい去年のゴールデンウィークの悪夢といい試合終了後にさ、サポーターと揉めた試合ばっかじゃん。相性悪すぎでしょ。まあでもね、今年はね、長木くんいるからね、うん、2015年みたいに大賞を収められると思う。うん、これにかけよう。よし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 、あ、じゃあ、走れ走れ走れ、噛んだ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 、よしよしよし、キラキラ、オッケー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 、よしよし、オレーキー、おお、初ゴール、え、プロ初ゴール、アキト、おお、アキト決めたし、アキト、おお、イエーイ、アキト、やったじゃん、プロ初ゴールおめでとうじゃん、マジ。蹴るのが岡本、掘り込め掘り込め、よしよし、ほぼだほぼだ、セカンドボール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 、オッケー、どったどった、よしオッケー、よしオッケー、マナル、よしおーし、お、入ったったった、しったった、入った入った、やーまんルヴァンカップのヤーマンなんていうか半端なさすぎだろさすが天才じゃんさすがじゃんヤーマン。もうびっくりしすぎることあんまりないぐらい、うん、もうあのヤーマンのプレー、あれ常識だからね。うん、ほえー、ちょ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 、よしよしよし、まあ、とりあえずボールキーパー顔をロングボール、おお、よしよし、あいたあいた、よっしゃ、人数有利人数有利、よっしゃよっしゃよっしゃ、走れ走れ走れ、よしよしよし、決めろ決めろ決めたー、しゃーやー、2点目さすがすぎるじゃんやったぜやーま、2点目決めよったいけるじゃん、3点目じゃん、おお、最近のベルマーレなんかマシンガンじゃん、マジめっちゃ点決めんじゃん、マシンガン打線、いやベイサーじゃんそれえ、マシンガン打線ベルマーレ版じゃんいいね、コーナーコーナー、よし、あ、セカンドボーセカンドボー、あー、やばい、飛んじゃった飛んじゃった、やばい、あ、やばい、あ、やばい、戻れ戻れ戻れ、やばい戻れ戻れ、やばいやばいやばい、やめ、止めろ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 って、おし、おし、まだ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 、よし、お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 し、よかった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 、よし、よかった、え、大丈夫、誰止めてんの、あ、ヤマト、ヤマト、ヤマトありがとうだけど、足大丈夫、足大丈夫、よし、イエーイ、3対0、気持ちいいめっちゃ手入ってんじゃん、ガンバ戦といい、え、気持ちよすぎだろ、最近この1週間気持ちよすぎだろ、マジ3対0勝ったよっしゃまさかさ、平塚でさ、清水勝てると思わなかったマジか、もう苦手意識根付きすぎちゃってさ、ホームで戦う清水戦苦手意識めっちゃ根付いたからさ、ちょっとめっちゃ不安だったけどさ、勝ったやったしょうなどどど、しょうな、しょうな。
一番収穫ありだよね。なかなかさ、リーグ戦にさ、スタメンもしかベンチで出れてない若手たちはさ、めっちゃ揃い踏み出てさ、3対0って大勝出されたこと。え、待って、主力だけじゃなくて、あのまだデビューして間もない若手たち、出場機会にリーグ戦にあんまり出れてない若手たちもが出て勝った。しかも3対0って大勝。そう、熱くなったなこれ。めっちゃいい勝ち方やん。やっぱね、見てて思った、うん、今回ね、みんななんかリーグ戦出たがためにね、みんな気迫こもってた。いや、まあ、山はさすがだし、で点の取り方もね、なんか湘南スタイルの本来あるべき姿である奪ってからのね、人数をかけてね、超高速カウンター、そこにさらにループシュートとかで、なんかさらにアイデアが加わってる感じ。なんか湘南もバリエーション増えたな。伝統が発揮されて、なおかつアイデアが増えた。これリーグ戦でもやってほしいな。まあ個人的にはね、この84あたりの大和くん、あれフォワード、大和くんフォワードにかかわらずね、あそこまでもうゼロクシストで一人で 走ってね、バックで、うん、走ってさ、あの足差し出してさ、ディフェンス、あれめっちゃ熱いわ。もう湘南の遺伝子持ってるわ、大和くん、さすがだわ。フォワードでも休まずディフェンス、そう、うん、ゴール前まで走って全力ディフェンス、これよ、これよ湘南スタイルの伝統よ。全員ディフェンス。フォワードでもバックまで全力疾走してディフェンスする、これね、湘南の遺伝子持ってるな、大和くん。足大丈夫かな。これの結果によって湘南ベルマーレルヴァンカップグループリーグ首位に立ちました。そう、なんとリーグ戦でもルヴァンカップでもリーグ戦暫定首位にどっちもなりました。どっちも首位を経験しました。イエイ。まあおそらくね、このグループ引き分けが多いから、うん、2位通過でも許されないと思う、今回のリレーションだとね、うん、2位通過の中の2チームが落ちるルールになってるから、まあ1位通過狙うしかないでしょ。でも今の湘南なら2位通過でね、うん、何も躊躇もなくね、何も無駄もなくね、もう決勝トーナメントいけると思う。だから湘南、5年ぶりにルヴァン取ろうぜ。